どうもエルザレットです。前夜祭はいかがでしたでしょうか。とても楽しかったですね。僕はストリンガーを使い倒してとても満足しました。かなり盛り上がった前夜祭ですが、今回はその時に活躍していたコジャッジ君について謎に迫りたいと思います。コジャッジ君の見た目に関しては3の動画公開されてから現在まで不明なことが多いですよね。そこで今回はコジャッジ君がなぜ変化したのか、そしてスプラ3につながる奇跡がスプラ2からあったのではないかということをお話ししていきたいと思います。いきなりですがタイトル回収いっちゃいたいと思います。まずこの画像を見てもらいたいんですが、コジャッジ君といえばジャッジ君と一緒にいるイメージがとても強かったので、タコアサ将軍と写っているのは意外でした。なぜこの画像が気になるのかというと、コジャッジ君がタコアサ将軍を噛んでいるのがとても猫好きからするとんとなるんですよね。そもそも猫にはイカとタコを食べさせすぎてはいけないですよね。というか食べさせない方がいいです。で、過剰に摂取すると実は背骨の変形まで至るとも言われているので、ご飯としては適してないんですよね。なのでこんな感じでタコアサ将軍を噛んで引っ張ってますが、かなり違和感があります。で、スプラ2ではジャッジ君のお皿には鮭の切り身があるので、まあ、2の時は小じゃけしか食べてないと思ってるんですよね。で、小ジャッジ君のご飯はというと、実は空で何も入ってないんです。なので小ジャッジ君を鮭食べてるかどうかっていうのはこの時点ではよくわかんないんですよね。まあ、生き物として食べ物によっては体には大きな変化を起こしますので、タコアサ将軍と仲良くなって戯れていたらいつの間にか突然変異を起こしてしまったのではないかと思ったわけです。まあ、クローンなんでまんま同じ猫の反応を起こすかどうかちょっと不明ですが、突然変異を起こすきっかけとしては十分なのではないかなというところです。ではいつからタコアサ将軍をしゃぶるほど仲良くなったんでしょうかね。それについては次です。それでは改めて考えてみると、スプラ2のラストフェスの画像につながるわけです。この時にすでに仲が深まっている状態ですが、そもそもジャッジ君の立ち位置は中立に対し、コジャッジ君はカオス側に立ってるっていうのが気になります。本来ならばジャッジ君の隣で中立を取らなければなりません。ですがこの時すでにタコアサ将軍と親密になっているように書かれているわけですからね。ではいつタコアサ将軍と接近したのかというところなんですが、ズバリヒーローモードクリア後にこっそり会っていたのではないかと思っています。その理由としてはこのシーンですね。タコアサ将軍を倒した後、足先前線基地に収容されます。この時インク当てて遊んだりすることもできるので、リアクションを取れることを考えると何かしら会話をするきっかけはあるかなと思います。まあ、会話したりとかできるんじゃないかなと。で、クリアした後、皆さんならいつもの風景のようになっていますが、これをコジャッジ君たちの視線から見るとどうなるのかということです。基本的にヒーローモードの状況はジャッジ君たちは関わっていないので興味津々になると思うんですよね。そしてこのヒーローモードの場所はコジャッジ君たちの目の前のマンホールを通っていくわけですよ。しかも主人公が通る前にホタルちゃんも移動してるので気にならないわけがないですよね。きっちりとした審判をこなすコジャッジ君たちなら何が起きてるかと思って気になるはずです。なんなら主人公が通った後にオーデンチナマズが帰ってきてるし、何かあると感づくはずです。それにコジャッジ君のサイズなら問題なくマンホールを通れそうなので、こっそり後をつけてみたらタコアサ将軍に出くわしたのではないかと思います。で、そこによりコミュニケーションが取れると思うので親睦を深めたのではないかと、これがつながるまでの仮説となります。じゃあなんで種族の違うこの2人が親睦を深めることができたのか、それは次で話していきたいと思います。ではなぜ親睦を深めることができたのでしょうか。それは2人に共通する恨みだと思います。この恨みが2人の利害関係を一致させ親睦を深める部分になったと思ってます。
まずタコワサ将軍はミステリーファイルに書かれている過去のオーナー割りバトルで読み解けます。オーナー割りバトルでは実は初戦タコが勝ってたんですよね。ですがあと一歩のところで機械のコンセントが抜け逆転されるという結末を迎えます。その結末を決めたのがジャッジ君になるわけです。この画像、シーンですね、とても印象的なんですが、見方によってはイカの主導者のように見えなくもないです。中立というよりもイカ陣営寄りに見えますね。これより前に縄張りバトル、イカだけの壁画があるんですけど、この時からジャッジ君、猫がいるので、だいぶ昔からイカと一緒に縄張りバトルを仕切っていたのではないかなというのが見えます。でここだけのシーンをタコ陣営視点で考えてみると、常にイカ側にジャッジ君がいる、そして勝利を決めたのもジャッジ君となると、ジャッジ君がイカに加担したようにして見ることも可能なんですよね。そう考えるとジャッジ君には恨みがあってもおかしくはない。ジャッジ君の方に関しては、有名ですよね。こちらの画像です。公式の画像ですが、もう生まれた時からジャッジ君に対して恨み爆発なんですよね。ただこれを直接ジャッジ君に伝えているかどうかは未だに不明です。態度には現れているかもしれないですけどね。さらに恨みを募らせる理由としては、小ジャッジ君の役目にあると思います。ジャッジ君たちの役割というのは適切な審判を下すという点にあります。縄張りバトルとか終わったりした時の勝敗ですね。ですがこれはあくまで自分たち正義側の視点というところで考えてみると、縄張りバトルの判定の際には必ずジャッジ君が正義、自分たちですねの勝敗を演出し、小ジャッジ君は不義、敵の勝敗を決めます。でここで気になったんですが、これ一切変わらないんですよね。そもそも小ジャッジ君の存在なかったので2からなんですけど、もうずーっと同じなので、同じクローン、同じ存在でありながら、クローンとして性格とかある程度の精度も一緒かと思ったりしたんですが、コジャッジ君には敵側によることが多かったんですよね。でこういった積み重ね、同じ存在、仲がいいとか、あるかもしれないんですが、こういった積み重ねが恨みをさらに加速させるということにつながったのではないかと思っています。なので敵対する相手が、イカかジャッジ君かというところの共通があるので、ここが親睦を深めるきっかけになったのではというところになります。では2人にとってどんな得があるのか次で見ていきましょう。掘り下げてみると恨み満々の2人ですが、お互いに組むとどんな得があるのでしょうか。それは対象を倒せるという一点だと思います。タコワサ将軍からすると、コジャッジ君がいれば適切な縄張りバトルの審判ができます。これはかなり大きなことだと思っていて、タコ軍団は基本ロボットを使用して戦うことが多く、自力で戦うシーンが少ないんですよね。正直イカタコの1対1においてはかなり弱いと思ってます。だからこそロボットに頼ってると思うんですよね。ですがここに縄張りの強化ができるとなれば、個々の力が大きくなり強くなると思います。そういう意味ではコジャッジ君の適切な審判は大きな戦力につながると思ってます。一方コジャッジ君は生まれた時からジャッジ君への恨みを晴らすべく協力することで利害の一致につながります。ジャッジ君への恨みを晴らすにはまずイカたちに邪魔をさせない必要があると思うんですよね。そもそもジャッジ君消えたら縄張りバトルができないから、イカたちからすると絶対消してはいけない存在だと思うんですよ。なのでこの邪魔なイカたちをタコワサ将軍たちに任せて、その次にジャッジ君に恨みを晴らす機会が待ってくるのであれば、これとないチャンスになると思います。こういう風に考えると、手を組むにしてもお互いの共通の敵がいるわけなので、組まない手はないわけですね。達成できればお互いにとって得しかないですからね。こういったこそが重なって、得もあるし、共通点も多かったので、とりあえずじゃあ組みますかっていう風になったのではないかなと。そしてそれがスプラ2ラストフェスの2人の描写に反映されたのではないかと思います。
で、このあたりからスプラ3につながる布石になってくるんですが、まあ、それは次でいきましょう。もしこの考察通りであれば、3ではコジャッジ君がタコワサ将軍を逃してタコ陣営側に大きな影響を与えているかもしれないです。で、技術力の高いタコ陣営に絡まり研究所の場所を教えていたらとすると、そこから哺乳類の誕生の秘密につながるかもしれないんですよね。哺乳類の誕生にはコジャッジ君の存在そのものが関係していると思います。ミステリーファイルを見ると、コジャッジ君はジャッジ君のコールドスリープされたカプセルから生まれています。胎らしきものから誕生しているので、培養によってクローン生成された可能性があるのではと思っています。ということはクローン技術があったってことですよね。なのでコジャッジ君を誕生させる、まあジャッジ君のクローンを作るとなった場合は、その前に大量の実験をしているはずなんですよ。ということはカラマリの研究所には哺乳類の遺伝子とかがあるはずなんですよね。なのでこの研究所はかなり、まあ、ある意味危険なところとも言えます。ということは未だにここに他の哺乳類の遺伝子などが残されている可能性もものすごく高いので、ここを仮にタコ陣営が知った場合は、まあ、技術力がね15年先までいってると言われているので、もしかしたら誕生させるというのは可能なのかもしれないです。そう考えると哺乳類を生成する可能性がある成分が現在も残っており、それをタコ軍団が利用することも考えられます。それを活用したのがスプラ3で立ちはだかるタコ軍勢になるのだと思います。もっさもさしてますもんね。で、この時代に残ってる可能性があるのはジャッジ君たちの成分だけなので、遺伝子とかだけなので、まあ、そこはすごく考えられるかなと。そしてスプラ3のヒーローモードリターンオブザマンマリアン、哺乳類の帰還につながるのではと思ってます。まあ、こういう風に考えるととても楽しみですね。まあ、コジャッジ君の姿はとても気になる要素と言ってもいいと思いますが、それだけにいろんなことが考えられつながってくると思います。ということで今回のコジャッジ君の変化は、利害関係が一致したタコワサ将軍をしゃぶりにしゃぶりまくって、突然変異が起きてしまったところかと思います。まあもう一つね、あのコジャッジ君がもうジャッジ君と同じ体の大きさ、まあ、対等に渡り合えるように実験に失敗したっていうのもちょっと考えたんですよ。それこそ絡まり研究所に行ってなんか失敗してしまって、まあ、茶色くなったと思ったんですけど、まあ、それもありえるかなと思ったんですけど、まあ、タコワサ将軍とのこの画像とかいろいろ見比べてみると、まあ、しゃぶりまくって突然変異を起こして、実はそこからいろいろと話が膨らんでいったっていう方がなんか面白かったんでね、ちょっとそちらの方で考えてみました。で、まあ、話が膨らんだんですが、スプラス3への考察もね、発売までものすごく募ってくるところでもありますので、またこのあたり考えてやってみたいなと思います。応援してくれる方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。